こんにちは、こんばんは、イズミンです。今回はデスティニーチャイルド、単発でやっていきたいと思います。前々から気になっていて、ようやく出るんだと思いましたね。結構前々から気になってて、今回はやっていこうかなと思います。ニックネーム候補生、いや、ニックネームはもうそのままで、イズミン、いや、キャンセルじゃないわ、イズミンで OK。 はい、混沌の時代、光の神ブラフマンと闇の神ルシファーの長きにわたる戦いによって、世界は天界、人間界、魔界に分断された。激しい戦いにより魔王ルシファーはその力を失ったため、次の魔王を選ぶ儀式、魔王争奪戦を行い、二代目魔王を選抜する。魔王争奪戦に勝利した二代目魔王ルシフェロは、強大な力で約500年間もの間魔界を統治するも、突然引退を宣言した。そして21世紀、人間界を舞台に新しい魔王を選ぶ第二次魔王争奪戦が行われることになった。魔王になるための条件はただ一つ、人間の魂から生まれる使い魔チャイルドを集め、最も強力な軍団を作ること。平和だった人間界は、誰も気がつかないうちに新たな魔王を選抜する悪魔たちの戦場となってしまうのであった。ボイス付きはいいっすね。ご主人様、ご主人様、はい、モナ、しっかりしてください。いきなり始まるんだ。ご主人様、大丈夫ですか？しっかりしてください。早くここから逃げないと。これのゲームのいいところはあれなんですよね。すごいなんかキャラクターがなんていうか 2.5 なんですけど、すごいなんかヌルヌル動くっていうんですかね、ヌルヌル動くっていうのかな。モナの言う通りです。急ぎましょう。早くご指示を。今です。攻撃を。何です、攻撃よって言われてもな。なんか急すぎて。この程度では足りぬ。もっと、もっと熱い苦痛を。フルボイスなのはいいですよね。簡単にはいかないようですね。どうやら普通の攻撃では無理そうです。ダビに任せて。任せたよ。つけるってことか。これが、貴様。いやあ、モナ、よくここまで来た。どこなんだね、女の子かと思った。もう先には行かせないよ。尾形さんじゃない、声優。君たちの考えることは、いつもいつも実につまらないね。これ尾形さんだったら俺これロケ欲しいんだけど、出んのかなガチャで。ご主人様、このままだと全滅です。これが最後だと思って全力を尽くしてください。最後、あいよ。
を込めて。これが君たちの力なのかい？聞いていない。失望したよ。ではそろそろ幕を閉じようか。僕の治める魔界は楽しいよ。君たちのような弱者にとっては地獄だけどね。弱者にももっと優れるような地獄にしてくださいよ。主人公って書いてあるですね。なんだ、夢だよな。フルボイスなのは本当にありがたい。だったらまだ寝てても大丈夫か。すげえアホ顔してる。やめて。実はバイトの時間だった。魔王の子孫である俺がコンビニバイトだなんて、はあ、めんどくさい。めんどくさい気持ちわかるよ。解放だよ。デスティニーチャイルド、ちょっとかっこよく言ってみた。おお、携帯の待ち受けっぽくなってる。世界は欲望に満ちている。これむしろ待ち受けにしたいわ。それだけは。魔界も人間界も変わらない。俺は魔界に関心がなかったし、やりたいこともなかったから人間界に定住した。魔界から送られてくる金とバイト代で細々と暮らす平和な日々、本当に気に入っているんだ。魔界の金、人間界で使えるの？電気料金支払いのお知らせ、内容をご確認の上、了承もしくはキャンセルを選んでください。しかもガラケーっていうね。こういう煩わしい問題さえなければ。はいはい、了承しましたっと。なんか落ちてきた。あ、いらっしゃい。かわいいご主人様。なんかやってきた。ご主人様のサポーター、モナと申します。は？え、何？サポーター？はい。急すぎてびっくりだ。ご主人様は先ほど次期魔王を決定するための魔王争奪戦に登録されましたね。勝手に？すげえなんかエロいんだけど。何言ってるんだ、魔王がなんとかって。おい、勝手に俺の携帯触るなよ。覚えていませんか？ご主人様は先ほど自らの手で魔王争奪戦の参加に了承されたでしょ。え、そういえばさっきのメールで了承ってボタンを押したような。いやでもあれって電気料金のことだろ。勘違いオツだな。私はこの部屋を使えばいいですか？若い男の子の匂いがしますね。おい、勝手に横になるなよ。で、どういうことだよ、魔王争奪戦。あれれ、魔界のニュースを知らないのですか？見てないだろう、どう考えても。当然知らないよ。俺は魔界がうんざりだからここにいるんだ。ご主人様、お友達がいらっしゃらないのですね。なんてかわいそう。ぼっちなめんなよ、ぼっちなめんな。ぼっちぼっち言ってるからなんか悲しくなってきたわ。うるさい、ぼっちってわけじゃないぞ。てかニュースってなんだよ。ぼっちってことは現在魔界はちょっとしたお祭り騒ぎです。現魔王ルシフェル様が突然引退を宣言し行方不明になってしまったのです。いわば家出ですね。家出、本当に家出かよ。家出？魔王が？そこで次期魔王を選ぶ魔王争奪戦が開かれることになったわけです。先ほどの手続きで
無事ご主人様の登録も完了いたしました。俺の意思とは関係なく？関係ないだろうな、間違いなく。何をおっしゃるんですか？先ほどご自身の意思で了承ボタンを押したじゃないですか。だからあれは違うっての。俺は魔王になんて興味ないんだ。では魔王争奪戦について学んでみましょう。レッツゴー。聞いてね。勝手に話を進めるなよ。さてご主人様は現在魔王の子孫の中で最弱と言われ軽んじられています。いやそやな、人間界で普通の暮らししてんだからな。どうでもいいだろ、余計なお世話だ。ですが最弱なんて称号とはもうさよなら。満を持して魔王争奪戦に挑むためにモナがスペシャルガイドをして差し上げます。休日は家でダラダラ過ごしたいのに。ニート打つ。ニートじゃねえか。まずはその引きこもり癖から直しましょうか。引きこもりって言われてるやん。やっと外に出てくれましたね。早速ストーリーへ行ってみましょう。ストーリー、ついに繁華街に到着。ここは悪魔にとって楽園です。すげえさ、なんか俺だけかな、すげえエロく見えるの俺だけかな。俺の目があれかな、節穴かな。なぜって？それはたくさんの欲望が渦巻いている。すげえ揺れてんだけど。早速チュートリアルを始めましょう。俺が変態みたいになってるわ。モナがご主人様を立派な悪魔にしてみせます。久しぶりの人間界です。ご主人様の行く手にはたくさんの試練が待ち受けていますが、声のフルボイスって俺全部聞いちゃう派なんですけどね。皆さんはどうなんですかね。手と手を取り合って試練を乗り越えていきましょう。盛り上がってるところ悪いけど、もう帰らせて。バトル開始。戦争が始まりました。まず基本的なことから教え、下にはご主人様のチームメンバーが配置されます。今はモナしかいませんけどね。上に見えるのが敵です。いや見ればわかる。敵とメンバーたちは時間が経つとゲージが溜まって強い攻撃ができるようになります。この攻撃をノーマルスキルと言います。ノーマルスキルって、それスキルっていうのか。よくできました。ノーマルスキルは普通の、これ通常攻撃じゃねえの。今度はクリティカルについて説明します。ノーマルスキルは一定の確率でクリティカル攻撃になります。その際スキルボタンの上にクリティカルが表示されます。だろうな。基本自動なのはありがたいわ。こういうのはね、画面見てなくてもねできるってやつだよね。ショー。初回クリアでもらえるんだね、ピクシーだって。次。なかなかいい感じですよ。ざっとこんなもんかな。顔うぜって、あれ？待て、俺は魔王争奪戦に参加する気なんか。さすがです。聞いてないって。偉大な大悪魔であるご主人様には簡単すぎますよね。さあ残りの敵もこの調子で片付けましょう。まあこいつらを放置するわけにもいかないし。さすがご主人様。さすがご主人様。そうこなくちゃ。ではスライドスキルとドライブスキルについて説明しますね。スライドスキルは
アイコンを上にスライドすると発動する強力なスキルです。最初の戦闘はあれだったの？チュートリアルじゃなかったのか？ドライブスキルは普通の攻撃の他にクリティカルや弱点攻撃を行うことで、よりグレートな大悪魔でラブリーなご主人様。グレートとかラブリーとかやめて一緒に混ぜないで。もうさ、主人公の顔芸がウケるんだけど。チーム編成、もうお気づきとは思いますが、そうだね、下のゲージがチームメンバー。ああ、そういうことね。ああ、それはわかるわ。スキルの準備ができましたね。スキルゲージが溜まると、ノーマルスライドスキルは複数の相手に攻撃できたり、特殊な効果が発生する。今日、はいよ、お願いピクシー。よくできました。スライドスキルは強力ですが、発動後は一定時間スキルゲージがたまらなくなるので注意してください。了解。今度は勝利への鍵、ドライブスキルを発動した後、タイミングに合わせてボタンを、ボタンタップか。もうなくお任せください。あ、そういうことね。よくできました。パーフェクトなタイミングに合わせてタップすること。はいよ、意外と結構簡単にできるもんだな。レベルアップ。さすが未来の魔王様、楽勝ですね。あらら、突然無口になりましたね。フィーバータイムとかあるんだね。次はフィーバータイムとは、ノーマルスキルを無制限に使用できる絶好のチャンス。7秒の制限時間内でどれだけスキルを連打できるかが勝利への鍵です。7秒か、なんでまた本当にそれだけでいいの？昔ゲームで鍛えたテクニック披露するかな。それではフィーバー、ドライブスキル使用時の判定によってパーフェクト 40%、 フィーバータイムはこのフィーバーが 100% になると発動します。今回は特別に、まあこの間の100だよね。もう何もお任せください。あ、ミスった。フィーバータイム、オッケー、簡単。戦闘を進めたい場合はダブルスピード。実はですね、フィーバータイムはアイコンを連打しなくても、それ先言えよ、押しっぱなしで攻撃できちゃいます。指が痛い時や疲れた時に活用してくださいね。指に親切ですな。ちなみにモナは連打する人の方が素敵だと思いますよ。見てないだろ絶対。素晴らしいの一言につきますね。パチパチパチ。口で言われてもな。いやまあそれほどでもあるけどね。照れてる顔してねえし。でもこれで終わりでと欲求不満になっちゃいますよね。な、何か嫌な予感がする。それではもう一戦いきますよ。今までま、ちょっと待ってよ。本当にこれで最後？もちろんです。今ここから
ご主人様の伝説が始まるのです。イズミンの伝説が始まるのです。しょうがない、さっさと終わらせるか。頑張ってくださいね。モナさんのために頑張ります。キラン。相手のボス、あ、ピクシーがボスってこともありえるのか。終了しても問題ないですね。拍手。問題ないです。どうだい、俺はやればできる子なのさ。本当に誇らしいです。もう波の悪魔なら敵ではないです。エリアをクリアした時の、あ、ここで宝箱をゲットできると。1万もくれんだ、太っ腹やん。ここまで頑張ってくださった可愛いご主人様のためにモナがスペシャルプレゼントを用意しました。何ですか？召喚。お、今回はサービスってことですな。すっごくいい感じ。さあ何が来るか。どうなんだろうこれ。星4だよ、いきなり最初から。しかも結構可愛いんじゃない。ああ、いい感じ。ご主人様にふさわしいチャイルドが召喚されましたね。下にあるメニューのチャイルドからチーム編成を行い、多くの人間と多くの欲、そこに需要と供給が生まれるんです。そうみたいですな。悪魔の力を必要としている人間を探し、その欲望を満たしてあげ、その見返りに魂の一部をもらいます。それこそがこの世にチャイルドを産み落とす契約の儀式なのです。かわいいご主人様、あなたはこれから魔王の道を歩んでいきます。星5はやっぱ欲しいよね。事前登録はしてあったんですよね。ぬるぬる動く。面白い子が来た。本当に面白いわ。いきなり初っ端星5がもらえるんだね。ドキ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 。どうなんだろう。
ックだしね。どうしようかな。いや、せっかくだしね、もう充電しちゃおうかな。迷うよね、こういうのって。ピックアップ来てるし、こっち引こう。すごくいい感じ。次。なんかメッセンジャーだって。よろしくないかな。最後は確定ってことなのかな。そういうわけではないでしょ、多分。まあ星5来てほしかったな。今回は、僕すげえ噛んでる。噛みやすい体質なんですよね。体質っていうのもおかしいけど、デスティニーチャイルドやってみました。皆さんも良ければやってみてくださいませ。多分ストーリーとか多分すごい面白いと思いますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたです。お、これ動かせんの。